一対一対応の演習とプラチカを。はい、こんにちは、マイケル太郎です。本日はですね、チャートとか、まあ、フォーカスとかレジェンドとか網羅計参考書って言われるやつ、終わったら何すればいいんだっていう問いに答えていきたいと思います。この問い結構な人から、ね、コメントで質問もらったりとかですね、まあ今受験計画あと1年何やっていこうって立ってる人とかすごい疑問に思うと思うんですね。また高校1年生とかでも、いやまずはチャートフォーカスレジェンドやるのって当たり前だよねって、じゃあそれ終わったら何すればいいのって疑問に思ってる人多くって、まあ有名なところがこうやって一対一対応の演習に進んだりとか、まあプラチカ進んでみたりとか、まあヤサリを上げる人もいますね。まあここら辺が有名な参考書かなと思われますが、ぶっちゃけこれらの参考書にレジェンド、フォーカス、チャートから進むのってもうちょっと古いルートなんですね。今もっといい参考書が出ているんです。今回その参考書の紹介と、まだその参考書はちょっとですね、まあ挫折率が高い参考書でもあるんですね。なのでその使い方まできっちり掘り下げていきたいと思います。この動画最後まで見ていただいた方は今すぐそれを実行できるという状態にしたいなと思っております。それでは行きましょう。はい、結論から、申しますと、こちらの参考書ですね、ニューグローバルレジェンド、結構最近有名にはなってきているんですが、未だにチャートフォーカスレジェンドの後に、まあ、一対一対の演習だとか、理系数学4問プラチカだとか持ってくる人多いんですけど、実はこのルートも古いんですね。今はもうレジェンドをおすすめします。そしてなぜ僕がこのレジェンドをおすすめするかなんですけれども、レジェンドっていうのは、一対一対応の演習と理系数学両門プラチカ、この2つのいいとこ取りをしてくれている参考書なんですね。まず1対1対応の演習のいいところっていうのは、1文字固定法だったり逆造法だったりっていう、まあ数学ある程度できる人が当たり前のように使っているような手法でも、教科書とかフォーカスゴールドでは、まあ、一応載ってるっちゃ載ってるんですけど、最初の初学の人はそう捉えられないようなスキルですねを、まあ、学ぶことができるっていうのは1対1対応の良さだったりしますね。また理系数学両門プラチカの良さっていうのは、フォーカスゴールド、レジェンド、青チャートぐらいの網羅計算参考書の次っていうことになってくると、まあ例題の星3、4ぐらいの難易度の問題も含みつつ、ちょっとワンランクステップアップしたような内容っていうのも、勉強できるっていうのが、理系数学両門プラチカの良さで、まあこの接続ですね、1対1に行ったりとか理系数学両門プラチカに行ったりっていう接続をする人が多かったんじゃないかなと思います。でこのレジェンドなんですけれども、まあレイアウトをさっき紹介してしまいますと、まず大きく2つに分かれています。セクション1ですね。セクション1はこんな感じですね。で、もう一つがセクション2っていうのがあるんですけど、セクション2ですね。セクション2がこちらですね。論理展開を総合する品質問題みたいな感じであって、で、もう最後にセクション3。セクション3はですね、まあ、ぶっちゃけ、こういう内容なんですけど、まあ、もうちょっと内容を詳しく見せてみますと、こんな感じ。なんで、別にこのセクション3はそんなに必要ないかなとは思うんですけれども、セクション1、2に大きく分かれていて、そして問題がですね、レビュー、エクササイズ、トライのこの3段階に分かれています。レビュー、エクササイズ、トライ、こんな感じで3段階に分かれていますと。で、難易度がレビューはぶっちゃけフォーカスゴールド、レジェンド、青チャートと、同レベルですね。ここをきちっとやっていたらここの問題は瞬殺できます。なのでここの問題がそもそも、瞬殺できないっていう状態の場合は、フォーカスゴールド、青チャート、レジェンド、ここら辺の復習がきちっとできていない可能性が高いので、一回そちらに戻るっていうことを検討してみてください。そして次エクササイズレベルになってくるんですが、エクササイズレベルはちょうどいい感じですね。フォーカス、青チャート、レジェンドには載っていないけどワンランク上の、難易度の問題っていうのが載っています。そして最後トライですね。もうトライまでできれば正直、入試レベルの15日に2に特化した参考書なんですけど、1円2ミリは困ることはないでしょう。そしてセクション1が1変数関数の最大最小、2変数関数の最大最小、方程式の解の存在範囲、絶対不等式、面積、不定方程式、全化式と、この6テーマになっています。そしてセクション2が数学的の方、これ非常によく使う、手法ですけれども、そして配理法、存在条件と、まあ、いう、区切り方になっているんですが、セクション2の、数学的の方、配理法、存在条件、こちらの、問題はですね、トライの内容とエクササイズの内容が中心で、レビューの問題がほとんどありません。やはり難易度としても非常に、難しい問題が多いので、このセクション2っていうのが少し難しめの内容かなと思っていただければいいかなと思います。そして解説なんですが、解説がもう1対1対応の演習、理系数学両門プラチカと比べ物にならないぐらい丁寧です。方針の立て方から、解説自体、それ自体の解説ですね、問題自体の解説まで非常にフォローも、手厚い解説になっております。なのでですね、ちょっと数学の解説で、本の解説だけじゃ理解できなかった、例えば1対1対応の演習とか両門プラチカで解説読んで苦労したことがあるよっていう人でも、全然理解できるような参考書になっております。で、今から話すのが重要な使い方なんですけれども、まずフォーカスゴールド、レジェンド、青チャートの 1A2B の例題
合が全て解放が終了しましたっていうのを前提としております。そしてまずですね、セクション1の思考力を支える類似問題っていうので、ここの1から6まであるんですね。1変数関数の最大最小、2変数関数の最大最小、方程式の解の存在範囲、絶対不等式、面積、不定方程式、全化式で6章あるんですが、この6章のまずレビュー問題をやっていってください。そしてレビュー問題は全てフォーカスアウチャードレジェンドの例題レベルです。なのでこれがここでですねできないとなってくると、ちょっと戻っていくっていうのを考えてほしいなと思います。なのでレビュー問題が1問でも初見で解けないっていうのがあったら、解放が思い浮かばないというのがありましたら、基本的にもうそこから先に進むのをやめて、一旦フォーカスレジェンドの復習行ってください。そしてまた戻ってきてください。で、そこでですね、レビュー問題は全部できましたよ、セクション1のレビュー問題は全部自力で完登できましたよって人はですね、次セクション2に進むのではなくって、そのままエクササイズ行ってください。セクション2行っていただいてもいいんですけど、セクション2ですね、ちょっとエクササイズ問題から結構難しい問題が多いので、まあ、でレビューもほとんど問題がないので、そこに進むよりかはまずはですね、セクション1の内容からじっくりやっていた方がいいかなと思います。なのでまず、セクション1のレビューが終わったらセクション1のエクササイズ進んでください。ここは結構難しい内容になってきます。とは言ってもこれも解放暗記です。2変数関数の最大最小、まあぶっちゃけ大変数関数の扱いですが、まあ、ここって扱う手法が決まっているので、その手法を知らなかったら解けないということが多いので、もう15分ぐらい考えて分からなかったら答えを見て、まず2変数関数の最大最小はどうやって解くかっていう区切りで、勉強していってください。僕がいつも言うですね、思考の方 Y の勉強に近いことになってくるかなと思います。でまずセクション1のエクササイズまで終わったら、トライに行ってもいいんですが、まあですね、セクション2進んでいただいてもいいかなと思います。セクション2のまずはですね、レビューの問題ですね。このセクション2のレビューの問題っていうのは、まあ、フォーカスゴールドそのまんまっちゃそのまんまなんですけど、レビュー問題のカッコ2カッコ3あたりはまんまそのまんまっていうような問題ではなかったりもするので、まあ、間違うこともあるかなと思いますが、まあ、そこはへこまずに解放暗記していただければなと思います。で終わったらこちらもエクササイズ進んでいただいてっていう順番になっていきますが、今喋っていったんですが、まあ、その順番でですね、レビュー、エクササイズ、トライと進んでいくと思いますが、ここで一つ注意してほしいんですね。参考書何でもそうなんですけど、参考書やるときに皆さんその参考書を終わらせることに向かっていくんですけど、本当の目的は何でしょうか？参考書を終わらせることではないですよね。過去問で合格点を取ることなんですよ。なので参考書っていうのは基本的に全分野載ってます。でその全分野を同じようにレベルアップさせる必要っていうのはぶっちゃけないと思うんですよね。時間がある人だったらもちろんそうした方がいいんですが、本当は自分の志望校出やすい科目をですね、分野をですね、下上げていくっていう方が重要ですよね。なので参考書全部終わらせるんじゃなくて、参考書進めながら自分の志望校の過去問を解いて、ぶっちゃけ自分の志望校で例えば確率の分野がもう実力的に十分だったら、それ以上確率の勉強っていうのはする必要ないんです。あとは過去問演習しとけばいいんです。なら苦手な整数問題とかをやった方がいいので、そのように時間を振り分けていかないといけないんですね。もちろんフォーカスゴールドレジェンドアウチャートといったモラクリ問題集を終わらせることは上位校では前提なので全部やっていただいたらいいですが、それ以降の勉強っていうのは基本的にちょっと進んだら過去問とチェック、ちょっと進んだら過去問とチェックっていうのは基本になってきます。なのでこの問題集もまずはじゃあですね、レビューの問題やってみよう、レビューの問題やってみようってレビューの問題全部やります。あ、じゃあ自分はフォーカスゴールドとかアウチャートとかレジェンド身についてることが確認できたなと思ったら、そっからですね、一回過去問やってほしいですね。過去問をやって、で自分の、実力を定量化してほしいんです。数値にしてほしいんです。あ、確率はできたわ。整数問題は全然ダメだわとか。で、確率の B 問題ですね。自分の入試の大学の B 問題ならできる。あ、結構できたわと。でも、整数問題は A 問題すら解けない。だったら整数問題もうちょっとやらないといけないな。その理由は何だろうとか言って、過去問を解いて、そっから自分の、勉強のですね、健康診断してほしいんですね。で、そっからじゃあ何をすればいいんだ。整数が A なのは何でなんだろうと考えて、あ、そもそも整数は自分の大学出題難易度が高いからできなかったんだ。じゃあレジェンドでもうちょっと進んでいこう。なのか、そもそも整数の A 問題解けないっていうのは、ただフォーカスを暗記してなかっただけだったんだったら、フォーカスゴールド戻った方がいいなとか言って、判断して次の勉強を決めていくんですね。なので最初から皆さん最後までルート作ろうとする人結構多いんですけど、それはもう不可能です。なぜかというと、自分がその参考書を進めていくに従って、自分の得意な分野と苦手な分野っていうのはどうしてもやっぱ人なので出てきてしまうんですね。なので最後の方ですね、基本的なルート、まあフォーカスゴールドレジェンドアウチャート終わらせるぐらいまではみんな一緒なんですけど、そっからは自分の苦手分野得意分野っていうのを過去問に聞いてですね、志望校の過去問に聞いて、その何をやっていくかっていうのを判断しないといけないんですね。なので最初から一本道を引こうとせずに、過去問演習をするっていうのをちゃんと入れるっていうのを意識してください。で、もちろん大体この参考書でいこうか。例えば今回だったら、チャートフォーカスレジェンド終わった後に、ニューグローバルレジェンドですね、進もうっていうのを決めておいて、でこれと、過去問を同時に進めていこう、過去問でチェックしながら、メインはこれで進めていこうっていうのは全然 OK なんですけれども、過去問演習で例えば確率が苦手だったら八角の勉強を差し込もうとかですね、いろんな他のですね苦手分野の補充っていうのをやっていかないといけなくなってくるんですね。なので
ので当然これを全部終わらせてじゃあ次過去問だではないんです。もう過去問っていうのは大体基礎的な内容が終わったら次並行してやっていくものなんですね。そこをきちっと認識していただいて、フォーカス青チャートレジェンドが終わった後の参考書選びとかですね、勉強法っていうのを考えていただければなと思います。今回の内容は以上になります。はい、このチャンネルでは受験勉強全般に関わることを論理的に解説するということをやらせていただいております。また僕たちはシェアリングナレッジという教育サービスを運営させていただいております。論理的な勉強計画を作ってほしい、より深い具体的なロジックを動画で見てみたい、そういう方はですねコメント欄概要欄の方から1週間無料体験ご参加ください。これからも皆さんの勉強ですねなんとなくから全てに意味がある受験勉強に変えていけるような動画を配信していきたいと思っておりますので、ぜひぜひ高評価とチャンネル登録の方をしていただければ幸いです。それではまた会いましょう。明日の夢サポムービーズは